本笠寺駅は愛知県名古屋市南熊江浜通り7丁目にある名古屋鉄道名古屋本線の駅。駅番号は NH29。マナコを導入している。毎年2月3日に笠寺観音で節分会が開催され多くの人が訪れる。また、毎月18日には縁日が毎月6、16。 26日には6の市が、笠寺観音で開催され多くの参拝者、買い物客で賑わう。かつての準急停車駅だが、現在は原則として、普通列車のみの停車である。朝の時間帯には、毎日、上り準急1本が停車する。このほか前述の節分会の日は日中に急行準急が臨時停車する。そのため、 この日は唯一日中に当駅で環球接続を行うことができる。平日の下りには当駅で4本の列車を通過待ちする普通列車が1本存在し、その列車は当駅に9分停車する。島式に面4線の待機可能な地上駅でホーム有校長は6両。日中普通のみ、停車の駅では数少ない終日有人駅である。列車発車案内。 電光掲示板、エレベーター、エスカレーターはなく、2021年現在、バリアフリー化工事は実施中である。上屋は4両分あり、6両編成の場合、名古屋よりと豊橋よりの各1両分は上屋にかからない。自動券売機、自動改札機は、トランパス導入前より存在する。改札口とホームを結ぶ、地下通路の半分は壁で区切られ、 改札外の自由通路となっており、駅舎の反対側の西口まで貫通している。ホームへ向かう側の壁には、地域子どもさんの作品展示コーナーとして、近くの幼稚園児らが描いた絵などが飾られている。トイレは改札内に設置されている。普通列車は、基本的にこの駅で、特急や急行に追い越されるため、おおむね5分ほど停車する。下り線方面は、 堀田駅や二つ入り駅、犬山線方面は、西春駅まで退避ができず、上り線は逆に、当駅まで退避ができないため、当駅で多くの普通列車が退避を行う。そのため本線に停車する、上り列車は、片手で数えるほど少なく、日中以降の普通列車は退避線に入る。ホームの上屋を支える柱には、入りの鉄道のレールが使われており、 ところどころで刻印を見ることができる。上日のように、ラッシュ時に、準急の一部が特別停車するが、ホーム有効長が6両分のため、普通も含めて8両編成の電車は後ろ2両が、ドア締め切り扱いとなる。また、平日6時17分発の準急列車、豊橋駅は後ろ2両だけでなく、一部指定席の特急送り込みの関係で、全2両も締め切りのため、 中ほど4両しか乗り降りできない。本星崎方は曲線分岐器のため、これに侵入する下り線は、ポイントの制限速度が上り線よりもやや低い。山崎側、天白川間連続立体交差事業に伴う駅高架化計画があり、2020年度内に環境アセスメント準備書作成に向けて調査を進める方針となっている。駅は、 名古屋環状線から少し西に入った場所にある。1970年代までは、環状線上に、名古屋市電の笠寺西門前停留場があり、乗り換え客で賑わっていた。東側商店街を抜けた先に、名古屋市営バスの笠寺西門バス停がある。かつては本星崎駅東駅間に、東笠寺駅が存在した。笠寺駅に関するカテゴリー。ありがとうございます。